女に振られた。なぜ振られたのかなんて僕にもわからない。大好きな彼女の家でワインを飲んで料理をして、酔った僕は勢いよく玉ねぎに向かって包丁を振り下ろし、まな板を真っ二つに割った。やけになり割れた半分を捨てて調理を続けた。お気に入りのまな板を割られた彼女は驚いた表情をしながら僕を睨みつけてきた。まな板なんてまた買えばいいじゃん。それともお前のその胸についたまな板でも使ったらどう？使い道なんてそれくらいしかないんだしさ。唐突に泣き始めた彼女には目もくれず、僕はまな板をさらに雑に扱った。玉ねぎ、ニンニク、鷹の爪、えのき、ミニトマト、ケッパー。苦手なものを無理やり克服させるために彼女が嫌いな食材をふんだんに使ったパスタを作ることにした。僕は彼女が嫌がる顔を見るのが大好きなんだ。彼女に何度振られようが僕は何度でも彼女に執着するし告白する。僕は足早に彼女の大嫌いなパスタをプレゼントしに行った。冗談なんて胸についたまな板だけでいいからさ、もう一回付き合ってよ。その数日後、僕はまた